あなたたちは三つ星さんよ。お前さん方は儲けすぎたのさ。茶葉にカカオにコーヒーに、このシャレオだけで1億ゼニーはくだらねえ。これ以上お前たちが躍進すんのを、あの方は望んじゃいねえ。あの方って、ガーター様さ。ミドガルの商いを牛耳るあの方をお前らは怒らせちまった。そんな、ガーター様といえば大商会連合の会頭を務める人格者として知られたお方、政教にも手厚く寄進なさっている信心深い方ですのに、こんな山賊まがいの連中を使って他の商人たちの妨害をしていたなんて。まあ勉強になっただろう、お嬢ちゃん。どんな善人にも裏の顔がある。ガーター様は俺たちみたいのを便利に使ってでかくなってきたのさ。そんな今さら知ってることばかり聞かされてもね。え？当事者の証言という価値くらいは認めましょう。どんな人間にも裏の顔はある。善人も悪人も、偉人も凡人も、男も女も、黒服の女ども、お前らまさか。制裁の刃を放て。やはり夜は静かな方がいいわ。今回で表側の手勢はかなり削れたのではないかと思います。ここからは、ええ、教団に連なる裏の者たちが姿を見せるでしょうが、始まるわ戦争が。来てます、来てます、来てますよ。視線の大渋滞です。小むさで三つ星の最新モードをまとった俺たち、道行く女子たちの視線はもうビンビンです。もはや逆難から中への流れは確定事項。小むさで三つ星、デザイン関連だとイータあたりだろうか。ガンマとベータとイプシロンに続き、いや、あいつら全員やりたい放題なんじゃ。お、なんか剥がれそうだよ。何？わー、小むさで三つ星のロゴが。これないとパチモノになっちゃいますよ。まあ、逆に言うなら、これを別の服につけりゃそいつが小むさで三つ星に。ん？ダッサい服で、これ買った店のロゴじゃねえか。え、もしかして僕のも。つーか、よく見たらこれもなんかちげえ。物はもっとなんか細かいぞ。通りで安いと思ったら。僕のもです。ん、そういえば僕の服ってアルファたちが用意してたやつだった。着てる服が前世のパチモノみたいなのばっかりに。オートでは普通にスーツとかを見かけていたから、そういう文化なのかと思ってたけど、これもアルファたちの仕業だったらしい。僕の前世知識を利用してやりたい放題シェアを広げているのだとか。独占禁止法があったら間違いなくアウトなレベルで市場を掌握してる。きっと儲けを奪われた人たちからは相当恨みを買っているだろう。儲けを奪われた人たちからは、人たちからは。だがそれも今日までだ。シド君？うんこか？いや、取り戻しに行くのさ、すべてを。なんだありゃ。もう夏も終わりなんですけどね。
今日から僕はスーパーエリートエージェント。今宵世界を我が名を知る。ようこそシャドウ班。その名は捨てた。そうでありんしたな、ジョン・スミス班。アンさんが仲間になってくだすってほんまに心強いわ。私にも利があった、それだけのこと。あら、利だけの関係なんて寂しいと思いんせんか。お互い様だ。釣れないお方、先日ガーターの呼びかけで大商会連合の集会がありんした。三つ星に対する包囲網を強化するのだとか。三つ星商会の落日も思ったより早いかもしれませんね。そうか、わっちらの計画に変更はありんせん。三つ星商会と大商会連合が潰し合っている間に全てを手に入れる。ジョン班にも動いてもらうことになりんす。ただ気をつけてくんなまし。大商会連合の背後にはあの男がいんす。いつの間にかガーターの上に立ち、連合の支配者になりおせた裏社会の剣客。剣気ゲッタ、やつのことはよく知っていんす。目的のためなら手段を選ばない危険な男。やつのことはわっちは必ず。楽しみやな、この王との商いの覇権をかけた戦い。銭を血であがなう抗争の果て、最後に残るのは果たして。全てを破壊し再生する。お待たせしました、皆さんの家計の味方、ガーター商会。秋の大バーゲン開催です。いいか、今から俺たちが向かうのは血で血を洗う。邪魔よ、狙うは5割引き。おどき。さあさあ、こっちも見ていっとくれ。ガーターさんだけじゃない、今日は全品大安売りだ。地域密着のぼったくる紹介をよろしく。商店街を挙げての大バーゲン、三つ星なんかには負けないよ。要するにアルファたちはやりすぎたのだ。地元を無視した直営店のみの独占販売、おかげで大手どころか下町の商店街からも目の敵にされる始末。ここまで同業者から恨みを買ってしまえば、なるほど雪目の言うように三つ星の未来はほぼ絶望的なんだろう。全てを破壊し再生する。彼らが三つ星を潰し、僕が彼らを潰す。残された大量の資産をもとに、まっさらな市場に新たな商会を設立する。その商会にアルファたちを幹部として招けば、名前を変えて三つ星商会の再生というわけだ。全てを終えた時、彼女たちは知るだろう、この選択が最善だったと。ご先祖にお預かりです。破いた商品は買い取りとか、そういうところで三つ星に負けるんですよ。当たり前じゃない。1750ゼニーのお返しです。しかし最近紙幣も使われるようになったよね。ミドガル王国は基本的に貨幣経済だったんだけど、王都では紙幣がかなり浸透してきた。あれ、なんかお札が変じゃない。変ってなんだ。こんな絵柄だったっけ。ああ、これはあれですよ、発行されたばかりの大商会連合の新札。つうか今日のバーゲンってそれの発行記念のやつだろ。じゃあ前から使ってたやつは。これですよ、三つ星銀行券。三つ星。前は三つ星の直営店でしか使えなかったよな。今はオート中で使えてますよね。
夏休みに行商相手に使おうと思ったら、あいつら銀行にまで手を広げてたのか。そういえば昔 MHK のドキュメンタリーで見た銀行とか信用創造とかのことを適当に話した記憶があるけど。ですがマーケットにボラリティがあっても、その場合は異なる価格の別のプロバイダーは。でも流動性は一定でもなく、上下にダイナミックに変化していく。うろ覚えの知識が怪しくなってきたから早々に切り上げたんだっけ。しかしパクリリスペクトまで出る始末。この後どうすか。カラオケとかどうですか。パクリ。三つ星のお札は多色印刷でご丁寧に透かしも入ってるけど、パクリのこっちは印刷も荒いしデザインもシンプルで、これは子供の頃に夢見たことがあるんだ。ん？お年玉の残りの1枚の千円札、これをコンビニのコピー機で増やせるんじゃないかって。何言ってんだ。っていうかそろそろお金返してください。その時は店員のじいさんにめちゃくちゃ怒られて断念することになったんだけど。だから何言ってんだ。シド君お金。今の僕はスーパーエリートエージェント。夢は叶う。シド、シド君、さあ思い出せ僕の頭脳。頼りにしてるぞ MHK。 シド、シド君を歓迎。この一枚の金貨は何倍にも膨れ上がる。しかしそこにあるのは信用という名の儚い幻。もしかして紙幣のことでありんすか。民衆が通貨と同じと思っているその紙切れは正確には通貨ではない。正体は銀行に預けた金貨の預かり証に過ぎない。仮に銀行に1万ゼニーを預けたとしよう。すると1万ゼニーの預かり証を渡され、それを使って買い物ができるわけだ。しかしここで不思議なことが起こる。銀行に預けた1万ゼニーと預かり証の1万ゼニー、いつの間にか倍の2万ゼニーに増えてないか。銀行にある1万ゼニーがそのまま金庫の中で眠っているなら問題はない。貨幣が実質2倍に増えてしまっていたとしても、市場に出回るのが元の1万ゼニーのみなら矛盾は生まないからだ。だが銀行は預かった1万ゼニーを担保にさらに紙幣を貸し出した。三つ星自身の事業展開から端を欲した王都の後継機、機を逃すまいと商人たちは資金の借り入れを望み、銀行は紙幣を発行することでそれに応じた。誰だって重たい金貨を持ち歩きたくはない。本来の価値をうやむやにしたまま紙幣は急速に普及していく。金庫にある1万ゼニーが何倍にも膨れ上がり、王都へと流通し、三つ星はその利子により莫大な利益を得るようになった。これが信用創造の進化だ。信用創造、言えて妙でありんすね。どうか1枚の価値もない紙切れにこんな手法で金貨に勝る価値を与える。三つ星銀行のトップは希代の詐欺師でありんしょう。一体どんなお人なんか機会があれば話してみたいものでありんす。この一枚の紙切れ、果たして民衆が信じるだけの価値があるか。一つは三つ星商会のもの、もう一つは大商会連合のものだ。見比べて気づくことはないか。昔の運とかでありんしょうか。その通り。付け加えれば
大商会連合のものはデザインも荒く、印刷も荒く、裁断も荒い。これが何を意味するかわかるか？偽造がしやすい。ふん、紙幣の偽造、偽札で人儲けしようじゃないか。あの、ジョンハン、当然お気づきだとは思いんすが、大商会連合の紙幣はまだ王都にしか流通していんせん。偽造してもすぐに出どころを突き止められんす。え？小規模でやればバレずにやることもできんしょうが、それではお小遣い程度しか稼げんせん。そのあたりはどのように？本当に、本当にそう思うか？これが信用創造の進化だ。まさか。仮に短期間で大量の偽の紙幣を流通させたなら、当然バレる。そしてその噂はすぐにでも市民たちの耳に届くでありんしょう。そうすると市民たちは自分の財布の中身にも疑問を抱き、紙幣の信用を喪失する。偽造がバレることなど織り込み済み。いえ、バレることこそ肝心。紙幣の価値に疑問を抱いた民衆、金塊の換金を求めて銀行に押し寄せる。そこをあちらが行って先んじれば儲けを独占できる。そういうことでありんすね。本当にそう思うか？そう思いんす。この計画に穴はありんせん。その通りだ。え、最後に試されたの誠実さ。もしプレッシャーに負けて適当なことを口走っていれば、あっちはジョン・スミス、かつてシャドウと呼ばれた男。希代の傑物でありんすな。偽札作戦は雪目にも太鼓判をもらったし、あとは偽札ができるのを待つばかりだ。僕は偽札の出所がバレないように敵の諜報員を排除すればいい。ふむ、三つ星商会と大商会連合が争う中で暗躍する謎の男、ジョン・スミス。ワン！僕は組織を救うために組織を裏切る、ワンワン！スーパーエリートエージェントなのだ。最高にかっこいい。ボスおかわり。何やってんだこいつ。ボスおかわり、おかわり。ああ、クン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 。ボス、キツネ臭い。キツネと遊ぶ、キツネ狩りをしていたんだ。カリデルタもする。残念、キツネはもう飼ってしまった。あと、そろそろ降りなさい。いや。デルタはなんでオートにいるの？デルタは今日早起きして、お肉をたくさん食べて、久しぶりにオートに来たの。デルタはなんでオートにいるの？デルタは狩りをしていたの。なぜ狩りをしていたの？デルタはたくさん飼ったの。ボスも一緒に狩ろう。なぜ狩りをしていたの？アルファ様がそうしろって。ボスも一緒に狩ろう。アルファがそう言ったんだ。うん、ボ
一緒に狩ろう。何を飼っていたの？盗賊。ボスも盗賊狩り好き。うん、盗賊狩りは僕も好きだ。一緒に狩ろう。今すぐは無理かな。いや、狩ろう。待て待て、デルタも何か用事があってオートに来たんじゃないの？用事？アルファに呼ばれてたりしない？忘れてた。忘れてた。怒られる。早く行った方がいいよ。でも盗賊狩り。明日付き合うから先に用事を済ませておいで。分かった。寮で待ってるよ。こっそり来るんだよ。こっそり行く。デルタを見てると前世で飼っていたペットのジョンを思い出すんだよな。また失敗しただと？その奴らの紙幣が思いのほか天枠。山賊崩れでは役に立たんか。ならば四つ葉を向かわせてやる。四つ葉？月丹様が選抜なされた精鋭なら、もはや三つ星の機密は奪えたも同然ですな。デルタは狩りが得意だ。気配を消すのも本気でうまい。七影でダントツじゃないかな。さらに獲物の気配を察知する能力も飛び抜けている。正直言って嗅覚と聴力では僕も勝てる気がしないぐらいだ。デルタという存在は脳みそ以外超ハイスペックなんだ。だからこうしてデルタに前を走ってもらいながら盗賊レーダーの役目を担ってもらっている。デルタと盗賊狩りをすることはメリットばかりではない。当然デメリットもある。デルタは基本待てができない。獲物の前で待つことは彼女にとって凄まじいストレスのようだ。僕の前ではおとなしいけど、僕がいなくなるとそのストレスを発散して必ずどこかで問題が起きていた。ガンマがマウンティングされたり、小屋の裏の木々が切り倒され更地になっていたり、畑の野菜が全部食べられていたり。小さい頃はこの程度で済んだけど、成長した彼女のストレス発散法がどうなっているのか僕は知らない。彼女の狩りは一方的な虐殺で、宝探しは楽になるけど、バトルを楽しむ要素がなくなるのがな。待て、待ってくれ。お？お前サラだろ。俺だよザブラだ。見てくるわサラ。うん。親父の匂いがする。そうそう、お前の兄貴のザブラだ。でもサラよく生きてたな。幕末期になって親父に狩られたって。かくれんぼはデルタが一番強い。デルタ今はそう名乗ってる。なあサラ、見逃してくれよ。俺は今ケッタン様の下で働いてんだ。知ってるだろ伝説の。弱い奴いいの？お兄ちゃんなんでしょ。弱い奴は一族の恥なのです。あ、そう。デルタの親父は部族の長、愛人はいっぱい、子供も1000人以上いるのです。なら一人くらいいいか。弱い奴は死ぬ、減ったら増やす、部族の掟なのです。さすが獣人、スケールが違う。たまに頭のいい獣人も出てくるけど。基本力こそパワーって連中の集まりだけはある。獣人の国そのうち見に行こうかな。ああ、いいこと思いついた。ボスが長になればいい。親父を倒せばボスが長、いっぱい子孫産んで最強の一族になる。ならないよ。なる。女100人用意する。デルタも100人産む。無理無理、狩りも済んだしもう帰るよ。ザブラがやられただと？はい、地下のアジトの一つが襲撃を受け、その中に死体が。
その月丹様、ここ数ヶ月で我々の手勢は壊滅状態です。このままでは表の業務に回す人員にも影響が。銀行の開設にもそれなりの資産を投じました。紙幣の発行のために議員に配った賄賂の額も馬鹿にならず。どうでしょう、ここは一度仕切り直しよ。ガーター、王国の流通を牛耳るその立場、一体誰のおかげでそこにいられるか忘れたわけではあるまい。いえ、決してそのような。お前はただ指示に従っていればいい、我々のな。所詮ザブラなど四つ葉の中では最弱、残る三人に召集をかける。三つ星への攻撃を強化し、奴らの機密の全てを奪い。はい。三つ星、存外しぶとい。教団が危険視するだけはあるか。